皆さん、こんにちは。ワンダルグリビジです。では、今回は信長の野望大志、幕末志士転生物語、続きをやっていきたいと思います。で、今日の収録分からですね、実は新しいゲーミング PC を使って収録の方をやっていきたいと思います。で、まず、前回までの情勢なんですが、毛利、細川、福島といったね、この3つの家と戦争をしているというなかなか厳しい状況なので、これをなんとかね、一つ一つ改善をしていきたいというところで、まず福島にはね、すでに停戦、和睦の使者を送っているので、この状況をまず見極めていきましょうというところになります。では、時間を進めていきます。あとは福島正則対策で広島城をね、ちょっと強化しておきたいかなというふうに思いますので、そのあたりもやっておきましょう。鉄砲戦。いやー、鉄砲戦はあげられないよ。鉄砲戦ってかなりの価値だからね。ここは一旦、情報を引き出していきましょう。報告いたします。と、これはもしかし先月て、の収支です。新しい PC にして、セーブデータは引き継いでるんですが、武将のご命顔令くが、ださい。維新志士が、幕末の志士の顔が引きつけてなさそうだな。ちょっと確認してみますか。伊予松山城の武将。山内容堂。ああ、そうですね。吉田東洋。能力とか武将の存在自体は引き継いでますが、残念ながら、武将の顔写真は再登録しなきゃいけなそうですね。ちょっと一旦今回はね、このまま進めさせていただきたいと思い取ます。引まずを取行引いましで、ょう。兵糧売却大し勢のてお金兵をある程度ゲットしましょう。で、その上でなんですが、まず広島城の増改築等をやっていきたいので、攻められた場合の備えとして、いつもの準検場。この準検場は立てておきます。あとかしこまりました。は、大か津しのこまった。ね、承知。忠興、細川かし忠こま興りがました。攻めてくるので、ここは立てておきましょう。で、逆にね、伊予松山に関して言うと、最前線ではかなしくこまなっりましていた。るので、こかこしこまはりました。兵糧を作っていきます。で、改修なんだよね、問題は。広島城の改修。ここしっかり入れましょう。まず設備。丸タワーなってこれ見てもらうとわかるんですけど、設置クルアに敵部隊が到達したら、一番外側のクルアまで奪還できるっていうね。丸太を転がしてバーッと敵を蹴散らすっていうイメージだと思うんですけど、これ結構ね、使えるんですよ。なので、これを入れておきます。で、あとは武将、兵ですね、兵をちょっと、浮き沈み入れておきましょう。まずは、伊予松かし山こにまっ関してた。は足軽を一部解雇。で、逆に大津に関しては、農兵を増やして、足軽も増やします。で、広島城に関してはもう、大増強だな。8ヶ月ほど、いや、9ヶ月かけてても、5000という兵を入れよう。で、4000の足軽を入れて、合計9000という兵をここでかきかし集こめまておっきまた。す。で、あとは、しっかりね、武将を広島城に入れましょう。戦える武将がいいので、統率から見ていくと、そうだな、加藤義昭。後で加藤義昭の忠誠を見て、実際に加藤義昭を入れるかどうか確認しましょう。加藤義昭は、一応大丈夫そうだな。ただ、これだけだと不安なので、しかも攻め手が3個あったはずなので、岡田伊蔵あたりを入れておきます。はっ。で、勘定も送っておこう。ゴンベイ、弥太郎、長次郎。この形3見名にない。は勘定を送っておきます。この3人に寝返られると大ダメージなので、それを下げたいなという意図ですね。広島城は大改築、大増強を行っておきます。で、正則に関しては情報を引き出せましたね。で、あとはこの先、福島との講和ができたので、毛利だね。あと毛利とうまく講和ができれば、形になっていきそうな感じはします。なので、しばらくこちらから遠征することは控えて、
兵糧を少し売ってでもですね、国力の増強、このあたりをちょっとご命令ください。見ていきましょう。まずは取引を行いましょう。売却取り計らいます。で、売った金でまずは農業をしっかり入れていきます。かしこまった。ま、新しいゲーミング PC にしたとはいえ、まだそこまでね、そのすごい効果を感じることはあまりないんですが、この先ね、期待してます。すごい、インペラトルローマとか、ああいうちょっと重ためのゲームを収録しながらやった時にもしかしたらね、劇的にいい効果が得られるんじゃないかなという気もしますからね。森とは婚姻同盟を結びましょう。かすみちゃんをもらいます。安豊にかすみちゃんをもらう。まあ、受けてくれるかどうかというのはもちろんありますが、あと神前を送っておこう。姫路の池だけここに送っておく。いや、もう新商上限マックスまでいってるから、ここは無茶はやめよう。どちらかというと広島城の増改築だよね。設備マックスまで入っちゃっているので、そうなると車の増強増設していきましょう。攻め手が3つあって、一番突破されやすいのがここだな。ここに増強しておきましょうか。で、あとは矢倉をここに立てておく。で、できればね、この生駒家滅ぼしておきたいんですよね、生駒家。なので、まあ、なんとかここの城を取るための三段というのをつけていきたいですよね。サクッと城を取りたいので、2つの交渉、まあ、同盟、婚姻、それぞれ今成功したよって出てきたので、まあ、自分の中でできてきましたね。表情を始めよう。策がございます。さあ、表情です。今回軍事をそろそろ強化していきたいので、農業と軍事を入れておきましょう。農業、軍事、あと対面も欲しいので、まずは近藤長次郎、あとは中岡慎太郎、それに坂本ボンベだな。これにて表情を終わる。で、城攻めの極意欲しいんですけど、まだまだ先は長いので、先に石膏配備を入れておきましょう。奇襲を受けると結構痛いんでね、接戦の場合特に。では今回は進出を行います。かしこまりました。かしこまりました。これで進出は完了ですね。で、開発、継続発展。できれば継続発展で。は、は。この、広島、大津近辺は、しっかり。は、かしこまりました。承知。敵を跳ね返せる、用意をしておきたい。で、さらに、広島城に関しては、車が完成してれば、設備を追加したいけど、まだ完成してないで。ちょっと待ちましょう。だいぶお金も使っちゃいましたし。で、広島城の兵は5000まで増えたか。生駒を滅ぼして四国をほぼ全土、それを平らげておきたいので、まあ、どっかのタイミングで改戦をしていきましょう。伊予、松山、大津の兵は出せないので、中村御所、高知城、秋、この3つから1万の兵でなんとか敵を撃っておく必要があるので、そこが、まあ、ちょっと難しいというか、やりくりをしっかりしていかなきゃいけないところになるのかなというふうには思います。では、毛利との交渉がまだできないか。中川家ともちょっと仲良くしておきたいので、親善を送っておきましょう。ここは本兵を送ります。で、早め早めに宣戦布告して、生駒を送っておきましょう。我らの力、見るがよい。正則が敵につくよね。
手を貸してやろう。生駒に味方するところがそれなりにあるな。八須賀もちょっと微妙な状況か。まあ神前を振っておきたいけど、八須賀に神前が送れないか。ここは一気に飲み込もう。舞台はそんなに遅れないので、まずは、押す。岩松屋。ここからは、兵を引きましょう。合計1万。まあ、これでも十分、出陣します。勝機はあるかなと思います。あと、敵の援軍がやってくるかどうかというのもありますが、まあ、まずはね、しっかりと四国で地盤を固める。まあ、八須賀との、関係が、まあ、悪化した感はありますが、まあ、ここは生駒を滅ぼした後に関係の修復を行っていきましょう。報告します。中長期的に見た場合、城の数を増やして国力をつけておくのはすごくプラスになると思うので、まあ、ここは我慢して一種の賭けに近い対応にはなりますが入れておきます。で、改築。移動しましょう。設備。まだいけない。まだいけない。いや、いけるね。落とし穴と矢倉を立てておく。これでいいかな。ここで生駒を踏み潰しておけばだいぶ戦いが楽になるので、ここは包囲で49日かけてしっかり落としましょう。待って、ちょっと待って、敵の援軍が来る。数は12,400。ここはどうする。力攻めに変える。いやー、変わんないもんな。このまま行こう。報告します。先月の収支です。表情を始めよう。力攻めで一気に終わらせるっていうのもすごく嬉しいんだけど、これにて表情を終わる。なかなかそうもいかないんだよね。肥料増産は入れておきましょう。で、あとは今回も対面をちょっとこのタイミングで発動しておこう。皆の力合わせよう。敵の数がどれくらいになるかというのはもちろんあるんですね。あとやっておきたいのがやっぱり回収なんだけど、どう？広島城の回収。増設できる。準検所。いや、伊予だな。いや、伊予はもういらないか。漁村は、まあ、かしこまりました。発展させておく。そしたら。怖いのが福島、さらに毛利といった大国が同時に戦線を布告してくるのが怖いので、このタイミングで毛利と講和ができれば時間差があるので、毛利と福島両方が一気に攻めてくる可能性がゼロにできるのは大きいですよね。ゲチオ、この通常は落とした。行きます。このまま総合城に進行します。出陣します。総合城はもう力攻めで終わらせよう。よし、毛利とは講和ができたね。
で山内が手を貸してやろう、うん、福島が先手を助け立ちいたす。我が領内に敵が迫っております。天津城に兵14,500か。これはちょっと予想外だったな。ちょっと待ってね。そうすると、天津城か。いや、ここは蘇郷城攻略は攻略で進めよう。で、それとは別に天津城に兵を出す。この志果たさずに死ねるかよ。まずはとはいえ交渉が効かないか。どうする？天津城に来るとは予想外だったな。かといって兵糧が今あんまりないからな。何することもできない。国衆将兵が生きてる間に政範と決戦しておく。行きます。そうだね、一度政範とここで決戦しておこう。蘇郷城落としたかったけど。この差し果たせぬか。まだ春か。ちょっと時間かかるね。兵糧が回復するまでに。ご命令ください。そしたら、まあ間に合わない可能性が高いですが、準拳状を立てて、まあちょっとでも。かしこまりました。かしこまった。敵の進行速度を遅めさせましょうって言ってる。この辺りは農業をつつがなく入れておきます。で、さらに進出できる拠点が増えたので、よしとしよう。で、交渉生駒に関しては講話が効くかどうか、で、島正則の講話が効くかどうか確認しておく。待機します。できれば政範との講和はしておきたいんだけど、無理か。よし、生駒との講和が成立したので、これで政範に全てを集中できるね。ここはまず政範隊を確実に撃破しておきたいけどね。報告します。先月の終始です。あとは今取ったこの城、表情を始めよう。ここに人を入れましょう。さあ、あとは対名は欲しいので、対名を入れている。これにて表情を終わる。この3名でいきます。軍速度を上げる、まあ、合戦系メインで入れるしかないよね。でだ、進出を入れておきます。かしこまりました。これでだいぶ国力もアップしたんじゃないかなというところですかね。天津城には人を入れましょう。高知からジョン万次郎を入れておく。あとは安豊、この2人かな。もうちょっと武将の数が欲しいかな。数は政範隊とほぼ互角で戦えそうですね。いや、国衆将兵は11,000だと13,500ぐらいの兵にはなるので、まあ、これで政範隊を撃破していきましょう。しっかり14,300。おお、ほぼ互角だね。では軍施設、いや罠だな。得意の鉄砲水でいこう。敵はここにいる。で、あとは何個か破壊させて、軍施設は陣を
貼っておきましょう。で、1円交もします。まあ、前に出てる部隊を後ろに下げるイメージですね。とにかくまず敵に罠に引っ掛けて。後に続け。参ります。始めるぞ。覚悟せよ。いざ進まん。ご命令。敵の数を減らす。始めるぞ。下中動きからやっていきます。敵は3部隊。これだったらまあ無難に勝てるかなと思うんで、まあ、確実に勝つために罠に引っ掛けて、さらに敵の兵を削っていきましょう。ゲッチ、始めるぞ。覚悟せよ。ゲッチ、始めるぞ。ご命令。参ります。始めるぞ。名門、覚悟せよ。始めるぞ。名門、覚悟せよ。覚悟は良いか。覚悟しろ。さあ、うまく鉄砲水に引っかかってくれ。始めるぞ。ゲッチ、いざ進まん。6900、伊藤隊か。伊藤隊用心持ってるね。敵の居所知れましたな。やりたい。うまく前へ。ああ、用心かけられた。参ります。始めるぞ。いざ進まん。はまってくれる。よっしゃー、鉄砲水はまってくれた。用心があっても2080削るって結構でかいよね。やりたい。前へ。叩き潰せ。やりたい。前へ。叩き潰せ。名門、始めよう。覚悟せよ。始めちゃったかな。やりたい。うまく前へ。はまってくれればよかったんですが、罠は少しはまんなかった。今は後期。やりたい。前へ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。そしたらここで回復に入れて、回復に入りましょう。攻め込まねば。サトル挑発か。やりたい。前へ。まあ、特段問題はない。前へ。ただ敵が始めるぞ。一気に攻撃してくる構えがあるので、ここはしっかりと回復しましょう。始めるぞ。ゲッチ、始めるぞ。やりたい。前へ。やりたい。前へ。引っ張られてるな、挑発。ここはなるはやで正則を潰しておきたい。覚悟しろ。叩き潰せ。やりたい。前。時には大胆に攻め込まねばな。ゲチ、始めよう。始めるぞ。ご命令。やりたい。前。やりたい。前へ。やりたい。前へ。ちょっと思ったよりも味方も少しダメージを多く食らってしまっている様子はあるので、まあ、しっかりと覚悟は良いか。いざ進まん。やりたい。前へ。やりたい。前へ。もしあと正成隊壊滅させれば大丈夫だ。まさか敗れるとは。力負けするとはね。もし正成隊も撃破した。被害はそれなりに広がってしまいましたが、まあ同数の合戦でこの志、まあ、対象と言っていいでしょう。決して砕けはしない。そしたら一度騎乗させます。で、城が一つ増えたので、次、蘇合城と、ま、正則の攻めてくる可能性のある広島城と、ま、どっちに兵を集中させるかを検討していきます。ま、どちらにしてももう、秋まで、合戦は難しいかな。少し兵糧が
さし心配な量になってしまっているので、ここは我慢していきます。先月の収支です。粗暴状を食ってしまって月曜、まあ、先に四国をその全土を我がものとするという方が順番的には良さそうな気がしますよね。承知いたしました。順序を立てておきます。あと、まあ、ちょっとその、まあ、お金の心配はあるものの、やっぱり前線のここには、兵を入れておかないと、立ち行かないので、入れておきましょう。寝室はもうすべてしてあるいいかな。ではちょっとお金を貯めていきます。まあ、広島城、大洲城、この辺りはそう簡単に敵もね、手が出せないんじゃないかな、というふうには思うんで。あと、関係の悪化しているところには、しっかりと、神前を送っておきましょうね。報告いたします。それが3ヶ月後には、米が入ってくる。ただおきが大洲城を狙っている。ただおき、大洲城。まあ、防御はしっかりと張ってあるので、攻められても大丈夫なんですが、他に同時に攻められるとちょっと苦しくなるんで、同時に敵対する勢力は、やっぱり一つ、にしておきたいですよね。正則に対しては講和を持ちかけましょう。蘇合城を取って四国を、まあ、八須賀はね、もう仲良くさせてもらってるので、まあ四国をほぼ全土統一したと言える状況が、蘇合城が取れればできるかなと思います。金3000は無理だ。正則からまた情報を引き出す。報告いたします。先月の収支です。表情を始めよう。ここは引き続き農業と軍事でいく。で、対名もやっぱりくどいようです。これにて表情を終わる。この辺りを入れておきましょう。あとはどうだろうな、合戦有利系農作業改革、これを入れよう。あと日殺し下地を、かしこまった。発展は漁村系を入れておきたい。これもまた秋になるとね、合戦になってくると思うので、軍馬1200だったらいいよ。正則と和睦して秋になったらすぐに蘇合城を攻めましょう。報告いたします。先月の収支です。下地を、お金がないな。蘇合城を落とすためになんとかね、お金を用意しておきたかったんですが、で、家康亡き後の徳川家、秀忠と池田家が合戦か。まあ、ここは戦わないで、日和にしましょう。毛利と浮田、ここは毛利につく。力を貸すぞ。どうせ浮田が勝てる見込みはほぼないので。となると、毛利に対しては親善を行うチャンスですね。浮田と毛利、長くは持たないと思うんで。さあ、ではこちらはこれに乗じて生駒を滅ぼしてしまいましょう。
停戦明けたらすぐに生駒に出兵です。いろんなところで合戦が起きてるね。高虎が、これは徳川包囲網だな。ほう、誘われもしなかったか。ちょっと遠いんだろうね。報告いたします。いやー、島津、水戸、徳川、伊達、家康亡き後の徳川、真田と、いろんなところが一気に合戦始めてる。まあこの秋の収穫を見込んでの合戦だと思うんですね。ご命令ください。さすがだな。はっ、ここはこちらも遅れずに参戦していきたいので、まずは親善を。毛利に送れないか。細川には親善をくれる。承知。でだ、生駒には戦線を封鎖して。我らの力見るがよい。助立ちいたす。一気に終わらせる。まあ蜂須賀が敵対してしまったとしてもだ、ここは終わらせておきたいので、戦いを。生駒に対して兵を送りましょう。部隊編成ですが、まずは大津、伊予、松山からは兵を引きます。ここはね、兵はちょっと出せない。で、代わりにどうしようかな。浜津以上、中村御所、この辺りの兵を二手に置きましょう。ジョン万次郎隊は二つに分けます。で、さらに高知城、高知城、いや中村御所だな。中村御所の部隊、これも半分にしましょう。鉄砲隊と足軽隊にする。数がね、これで 14,200 という。進みます。これで生駒にどれくらいの、まあ、援軍が出るかというところですかね。数が、まあ、フルフルの2万を超える大軍で出陣できていないというのがあるので、まあ、ここはね、できれば数は少なくしておきたいんですが。報告します。先月の収支です。表情を始めよう。策がございます。逃げ男女、まあちょっと程遠いな。逃げ男女が撃てるようになるには、ここはこれにて表情を終わり、解明発動できるような状態に。おお、逃げ男女撃てるね。まあ、ただここは国衆将兵を使える状態にしておきたいので、このままいきます。もう毛利が浮田に滅ぼされた、まあ、これ予想はいいないかなというところですね。毛利がこれですぐさ、手のひら返ししてくる可能性あるからな。有馬と島津、薩摩か。まあここは同盟国有馬の仲間、力を貸すぞ。するしかないよな。いや、薩摩がめちゃくちゃ勢力伸ばしてくる。想像以上に早いですね。堀尾と福島が合戦、これ福島に力を貸すぞ。これで正則が攻めてくるリスクはゼロになりましたよね。さあ総合城だ。強行で88、ホイで78、2ヶ月かけるのか。その
間に毛利が攻めてくるリスクがあるので、毛利に対して何か手を打っておかないといけないですね。まずは毛利に何かしらアクションを起こすという意味で、交渉親善いずれも不可能。細川に対しては新商条件90まで、ゴンベに変えてスピーディーに関係改善を行っていきましょう。あとは城の回収、まあ、攻められるリスクがある大津城、ここを回収していきましょう。天守を4層天守に改造、設備はできないのであれば、ここはフルワを増強したいね。使いの者が来たようです。生駒より交渉、山内系の神獣の申し入れ受けようではないか。さあ、では起乗させます。生駒がこちらに侵入したことによって、これで、まあ、八塚との関係改善が再びできそうですね。いや、薩摩一気に拡大してるね。薩摩ともちょっとそろそろ交渉をしていった方がいいかもしれないですね。先月の終始です、はい。というところでね、まあ、今回は無難に順調に作戦を行えたのかなというふうに思います。次回以降は、まあ、やっぱり毛利とはね、決戦は避けた方がいいのかなって。いやー、薩摩だな、これ薩摩やばいことになってるな。まあ、福島を飲み込むというのが、まあ、現実的なところかな。はい、では今回はね、ここまでにさせていただきたいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。